日本神奈川県横浜市鶴見区安全町安全町は神奈川県横浜市鶴見区の町名。現行行政地名は安全町1丁目から安全町2丁目。住居表示未実施区域。鶴見区の東部に位置し、大正時代に埋め立てが行われた地区である。町目の境は安全運河で隔てられ、内陸よりの北側が1丁目となる。西側は、 境運河を隔てて末広町、北側は、関西町、西側は、境運河を隔てて、川崎市川崎区白石町及び大川町に接する。南には、京浜運河の先に、扇島があるが、直接渡る方法はない。安全町一丁目と、関西町の境には JR 鶴見線が通り、安吉駅が設けられている。横浜市営バスは、鶴見駅から、 安全庁方面へ27系統の路線バスを運行しているが、幾度かの系統変更に伴い複数の終点が存在する事態となっていた。地域情報サイト、はまれぽ .com による2011年の調査をきっかけに安全庁2丁目、安全庁のバス停が再整備された。1913年より、羊群町田村地崎に埋め立てが行われた土地で、 1922年に埋め立てが進行し、町田村安全町阿座一から2丁目が進行した。この土地は、鶴見埋め立て組合により埋め立てられた地区で、浅野総一郎の計画に基づき安田善次郎が、実地調査や資金調達を行った。町名は、安田善次郎の、安と前から取られた。1923年に、吉祉軍牛尾田町。 1925年に鶴見町の一部となり、1927年には横浜市に編入される。さらに1927年10月には、区政志行により横浜市鶴見区の町名となる。1924年に日本石油鶴見製油所、1925年にライジング山石油とニューヨークスタンダード石油の鶴見輸送所が進出し、1930年には、 東京ガスの鶴見製造所が開設されるなど、石油化学系の工場立地として発展した。1940年には、鶴見臨港鉄道により浜安全駅が開設された。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。安全庁2丁目の人口は例人である。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。